早速参りましょう。ヒューブリス対幕府の試合です。波動ファイト。さあまずはヒューブリス側のステータスご覧いただきましょう。1番奥川浩一選手5221、真ん中白黒選手1135、そして手前やはり選手4321といったステータスとなっております。そして幕府側1番奥川森選手4231、真ん中金徳選手1135、手前拓磨選手5221、両チームともにね1試合目と同じステータスとなっております。さあここからどうなっていくのでしょうか。ヒューブリスが3点のリード、ここでシールドを展開していきます。やはり選手がシールドの後ろから、そして小石選手も続いて点数を取っていきます。さあここからで幕府シールドをうまく使いながら点数を取っていきたい。残り時間は30秒を切っている。少しね、前ではなく後ろ目にヒューブリスシールドを貼って対角からの守り、対角からのエナジーボールを防ぐ守りのシールドです。さあここ7点差はかなりでかいが、落ち着いて点数を取っていきたい幕府。残り時間は10秒です。このシールドを割り終わったところから、さあ相打ちだ。残り時間は3秒前、点数着々と取っていくが試合終了。8対3、ヒューブリスの勝利です。